Hello, everybody. My name is Jay Karchi. I'm the community manager for Bandai Namco Entertainment America, and we are here talking about One Piece Pirate Warriors 3. We have some very special guests. Could you introduce yourself? Tell us a little bit what we do. はい、One Piece、ゲームプロデューサーをしております、Bandai Namco Entertainment の中島です。はい、One Piece 海賊無双3のプロデューサーを務めました、光栄徳ゲームスの小沼です。So we've done One Piece Pirate Warriors games before. We did 1 and 2. This one's on a couple new platforms. But what else is new and different about the game? What are some cool features we can look forward to?はい、今作はですね、前作ワンピース海賊無双2の好評をいただきましたアクションをシステムをベースに原作再現を最新の原作で、ルフィの旅立ちからドレスローザのところまで行っております。さらにはですね、アクションのシステムも絆システムを導入することによって改良を重ねたのと、イベント等もボリューム増やしてプレイアブルも37名と最大、過去最大と なっている、タイトルになります。 So we're here at Global Gamers Day. We have a lot of our games, our producers here. We're talking about what's new, what's coming out. What details, what kind of features, what have you been, what's new today? What's new, what's and exciting that you've been telling people about today? はい、まあ、今回アクションシステムの、肝になっているのが、まあ、仲間との絆というところで、まあ、絆アタックというような、仕様があります。でこれは通常のコンボの後にですね、自分が選んだ仲間キャラクターが、追撃を、加えてくれる、仕様になってまして、その、コンボをうまく使うことでさらにどんどん先のコンボがつながっていくような、仕様になっています。またそんな絆アタックをたくさんすることによって、絆ゲージを貯めてですね、絆ラッシュという、モードに、突入することができます。絆ラッシュ中はですね、攻撃自体、非常に強力になりますし、仲間キャラクターが最大4人で、自分含めて5人までで、攻撃を、ラッシュをかけていくような、仕様になってますので、一気に、敵を、倒すことができます。また絆ラッシュ中にですね、必殺技を使うと、非常に強力な絆合体技という、技を使うことが、できまして、その一撃でですね、またさらにたくさんの、敵を倒すことができると、非常に、爽快な、ゲームシステムに、仕上がっています。 So I think we're all excited to see more and more characters continue to be added to the game and being playable. So what are your personal favorite characters to play in the game and why?はい、まあ、本作、でぜひ、遊んでもらいたいキャラクターは、サボになります。原作の、エピソードで、登場したというところと、ルフィの、お兄さんというところで、まあ、その、アクション、エースの、メラメラの実を受け継いだ、アクションというところを、注目してもらえればなというふうに思ってます。そう、サボと一緒に戦えるなんて嘘みてえだよ。強くなったなルフィ。武装剣この布をおい、息吹